はい、PC エンジンファンの皆さん、こんばんは、ラックスです。今日の PC エンジンマラソンは438本目、サイキックディテクティブシリーズ3アイアをお送りします。パソコンから移植されましたアドベンチャーゲーム、3とね、ついてることからも分かるように、これシリーズの第3弾なんですけどもね、まあ、全2作をね、知らなくても問題ないでございます。サイキックディテクティブシリーズの、3からですけどもね、はい、怖い方のあやちゃん来た、こんばんは。前作を知らなくても、まあ説明があるんでね、大丈夫でございますよ。はい、ノーコンキッドさん、アランプロストさん、黒金さん、クロムデさん、ロッコメさん、ゴールデンバーグさん、8個目さんじゃない、9個目さんじゃない、フォースはしない、サイキックディテクティブブブシェイルさんじゃない。はい、パッケージからホラー感か、ホラー感あります、まあ、ちょっと怖い感じですね。わらわら、はい、ワコツーシャトルさんいらっしゃい、広告貢献ダップスというね、データウエストアクティブピクチャーシステムというね、独自 このオリジナル、この映像と、音と、ね、同時再生できるというね、独自のシステムで、はい、アニメーションが見どころですね、ダップスにより。はい、カズサトシキさんありがとうございます。誰だしもさんにしたい、前気味しません、シャトルさんありがとうございます。こんばんはワコツです。トウヤ先生、オルゴールはこの次ですね、まあ、ストーリー的にはこの前になるんですけどね、まあややこしいですけど、この次オルゴール3と4がね、ディテクティブシリーズ6くらいまであるのかな、5だ、いや6かな、6かな、なんかあるんですけどもね、はい、PC エンジンとメガ CD にあの3と4がね移植されてます。はい、まあ3は前作やってなくても大丈夫、4は、4もね、単独の話なんでね、はい、シリーズやってなくても大丈夫ということでね、5とか6とかは、なんですかね、シリーズやってないと、あれなところで。庭で出る音がするやつですか？そうです、そうです。森さんが一番最初、あやさんでね、あやさん。はい、それでは発売日、発売元、92年11月20日発売、データウエストスーパー CD ロボロボ7600円、アドベンチャーゲーム一人用でございます。バックアップ1箇所236バイト最大4箇所までとなっております。こんばんは、お疲れ様です。猫じゃれさんです。今週もよろしくお願いします。はい、それでは行きましょう。あや、あやちゃん、データイーストには作れなさそうなゲーム。データイーストはちょっと無理ですね。はい。データウエスト、ビジュアルコンバセーション。あいやー。デレ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 。プッシュ、トリガーボタン。ワコフス。はい、29号目さん、カズキューさん。トリガーボタン。広告貢献3位、伊賀さんが700とニコニコ広告しました。トリガーボタン。まあ、どれでもいいね。なんて感じのキャラじゃないだろ。笑。伊賀さんあれです。はい、アイアゼロワン。すべての始まりはあのノックの音だった。一人の男が俺の事務所へ入ってきた。珍獣青森さんが先頭。男の名前は桐生五郎。やつも俺と同じフリーのサイキックアナリストだ。いきなりちょっと見慣れない言葉、サイキックアナリストっていうのが出てきましたけど、まあその後説明があるでしょう、確かに。10万石さんいらっしゃい。珍獣青森さんあれです。いい機会だ。サイキックアナリストについて説明しておこう。俺たち、アナリストの能力は人の心に潜入できることにある。人のなんと心に潜入できるんですよ。サイコレトラエイジの仲間かな。サイコ、そうそう、そんなエイジの仲間かもですね。ただ心の中に入るとね。なんだってアナルリスト、まあデータイスもそうやね。神宮寺さんって食ってました。こんばんは、ワクオツです。早健さんでした。主にクライアントの依頼に応じ、第三者の心の中に隠された秘密を探り出し、時には心の治療を行う。だが人の心はとてつもなく深く、そして不可解である。ミスを犯せばその人物の心に取り込まれ、廃人と化すケースも少なくない、ね、え、ミスを犯した廃人なんて自分が。おじさんがありがとうございます。ここで問題になるのが個人の能力だ。アナリストはサイキックポテンシャルのレベルによりランクが定められる。そしてランクに応じた依頼を遂行することになる。俺のランクは特 A 級。特 A 級。どや。アナリストとしては最高のクラスだ。まあそれも今となっては過去の話だが。俺はある事件を契機にアナリスト組織から抜けてしまったからだ。
そして今フリーのアナリストとしての俺がある。自称ですよね。今フリーになってね。バーソだね。最初はね、期間で。ある事件、それはまたいずれ話そう。俺にとってあまり思い出したくない話だから。おっと、そう大きいを待たすわけにもいかないな。俺の探偵としての本業に取り掛かるとするか。はい、まあ、オーソドックスなね、コマンド選択式でございますよ。この男はあまり信用できる相手ではない。しかし何も変わったところはね、 S 級に上がれないんですね、頑張って。 S 級はないですね、特 A 級です。キルゴロは 何をしに来たの、聞いてみよう。久しぶりだな、フリヤギと、キリュウは武将髭を生やしたむさ苦しい顔を受けた。実はお前に頼みたいことがあるんだ。キリュウはそう切り出すと、俺の返事もろくに聞かずに話し始めた。仕事というのはだな。キリュウの話は、とある場所にいる人物に会うだけで金になるという、ちょっとうさんくさい内容だった。これはうさんくさい。会うだけで。わざわざ俺たちのような元アナリストが関わる必要のないような仕事だ。そうなんだ、しかし。俺も最近はいろいろ苦しくてな、こういう出会いの仕事も引き受けているんだ。楽な仕事だろう。そうだ、楽な仕事だな。お前自分でやればいいじゃないか。なんで自分でやらないんだ。俺は他の仕事で手一杯なんだ。頼むよ。その代わり報酬は。俺はその金額を聞いて考えを少し前向きに修正した。わかった、続きを聞いてやろう。すごい金だったんでしょうね。お金がちょっと言われ、ただ老人に会ってくればいいだけの話さ。老人に会う？どういう意味だ？いいよ、何もないさ。ただある町のある場所にいるじいさんに会えばいい。そのじいさんに会って胸に腫瘍があるか確かめるだけで金になるんだ。なぜ確かめる必要があるんだ？さあ、それは俺も知らん。ただそう言われただけだからな。じゃあ早速今夜にでも出かけてくれ、頼んだぜ。そう言うとキリは足早に事務所を出て行った。怪しい。和骨です。会ってお話しするだけの簡単な仕事だ。52個みたいな。会ってね、腫瘍を見るだけで。和骨、本来ならエッチなやつだ。怪しさ 54個みたいな。キリュウが持ち込んだ依頼は極めて簡単な仕事だ。別に俺でなくてもできるはずだ。老人に会って胸にある腫瘍を見るだけで大金が転がり込む。何かありそうだが、報酬額の法外さが俺に本営だ。結構ね、この主人公のね、フリヤギさんという主人公ですけども、渋いように見えて、何ですか、庶民的というか、何ですかね、こうそんなに渋くない、ね、神宮寺さんみたいに渋い感じですけれども、実は結構割とお茶目というかね、騙されやすいというか、はい、そんな感じですよね。おっと、旅立つ前にリエカに会っておきたい。彼女に連絡を。リエカには彼女もいるんです。彼女が庶民派のおじさんなんですかね。そうですね、見かけはダンディーだけど結構ドジというかね、そんな感じでしたよ。和骨でございます。これが102話目ですか。これが102話目。主要じゃなくてでっかい特務の可能性。普通に考えてうさんくさすぎる。うさんくさいけどね、 お金に目がくらんじゃうんだね。お金に、普通だったらお金が、はい、森崎です。大金だから逆に怪しいんじゃうけど。森崎は外出しております。ご用のある方はピッという発信音が鳴り終わりましたらメッセージをお話しください。お金にくらくら迷っちゃう。赤と大門だね。おー、リエカは留守のだ。俺は夜に訪れることをメッセージにして受話器を置いた。よし、フリヤギは旅の支度を終えるとリエカに少しの別れを告げにイシュタールへ。ゴロピカさん、ありがとうございます。赤と大門さん、そう、今晩頑張るぞ。久しぶりだからな。夜の帳が音もなく降りていった。そして町に宝石が散りばめられた。しばらく留守にするよ。どうして？お前は困ったね。つまらない仕事が入ったんだ。つまらない仕事が入ったんだ。早く帰ってきてね。おうおうおう、もうすぐ私のバースデー。おう、まだいいね、まだいいね。はい、まだもうお尻ですよ、お尻が。あ、おうおうおう、やたら本格的なチパオト。レイカ、何色ですか？おう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 、ワコックス、見せられないよ。これ見せられない、農協軍者、見せてください。ふっふっ、おう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 、ちょっとベッドシーンですかね。おう、もみ
おおおおおおおぱいおぱいがおぱいおぱいプルンプルン出てるんですか。待っているわ。出ました。はい、終わりました。私の大事な人、うん、私はいつでもあなたの心にいるわ。うぅ、ね、ふきあげさんこんな邪悪な顔してるんですけどね。ふぅ、やれやれ。ふぅ、すっきりした。両つべでは外してあげてくださいね。わら、シュパオとは控えてください。はい、ひなびた。老人が待つというその屋敷は湖畔にひっそりと佇んでいた。あ、今のキスシーンですが、効果音ですね。はい、振り上げが屋敷に足を踏み入れると羊が出迎えてくれた。犬よりも忠実そうな顔している。お待ちしておりました。主はこの突き当たりの部屋におられますね。俺は主人が誰なのか、今回の仕事の意図について羊に尋ねた。はい、私の主人は神野郎様でございます。私が存じておりますのはあなた様がお見えになられるということだけでございます。神野郎か、変わった呼び名だ。どんな人物だろう。この羊ならたとえ知っていたとしてもうかつに話はしないだろう。まあいい、会ってやろうじゃないか、その神野郎とやらに。では主にお会いください。俺は扉を開けた。暗闇に古ぼけた車椅子が浮かび上がった。そうなんです。老人の姿は異様なまで闇に溶け込んでいる。俺は視点をゆっくりと移動させた。この老人が羊の主人である神野郎か。この老人と会うだけで法外の報酬が約束されている。考えてみれば奇妙な仕事だ。なぜ桐生はこれほどうまみの多い仕事を自分で片付けなかったのだろう。会うだけだからね、ちょっと会うだけだからね、自分でやればいいのね。怪しいと、怪しいけどね、主人公は自分で受けちゃった。俺は老人に話しかけてみた。しかし返事はいつまで経っても返っては来なかった。考えなくても怪しいだろう。まるで屍のように、まあ、考えなくてもね、怪しい。もはや思考することを停止したような印象を受ける。生きる屍か。薄らぐらく重く湿った空気が耐え込めている。老人はなぜこんな部屋にいるのだ。まあいい、俺はこの老人の胸に腫瘍があるかどうか確かめさえすればそれでいいのだ。よし、腫瘍を見ようか。見る。俺は老人に近づいた。醜い姿だ。この老人に残された命はもう幾ばくもないだろう。俺もいつの日かは老人になるのか。だ、ちょっと拝見しますよ。あー、醜い。はい、あー、老人の胸には醜い腫瘍が確かに存在した。古いヤギの心にはなぜかその醜さだけが残った。これでいいんですかね。ふぅ、やれやれ、一仕事終えたぜ。これで莫大な大金だから楽なもんだ。さて、またリエカちゃんとフンフンするかな。ふぅ、やれやれ。見たよで、もうね、もうよし、じゃあちょっと。それにしても奇妙な仕事だった。あの老人は俺を待っているかのようだった。俺を待っている？あの腫瘍と老人の醜さが俺の心に深く印象づけられた。目を閉じるとその光景が脳裏に鮮やかに蘇る。うわぁ。キリュウに仕事が終わったことを知らせなければ。まあキリュウに会えばわかることだ。なんで自分が、リエカはどうしているだろう。彼女に会いに行かなくては。ね、もう移動が増えます、ここね、キーオフィス。キーオフィスじゃねえや。あ、キーオフィスか。はい。この辺りは犯罪の発見件数が著しく多い。物騒なところだ。奴が遊ぶには持ってこいの場所だ。何か殺人鬼がいるのかな？いないじゃないか。鍵かかってないんだ。
寒気がするほど簡素で何もなかった。人のぬくもりが全く感じられない部屋だ。おおよそ人間的なものは感じられない。あの野郎どこに行ったんだ。人に仕事を頼んでおいてのんきなもんだ。まあ忙しいって言ってたからね。いないな。お金がもらえないな。お金振り込みじゃないのかね。また自分のオフィス戻るか。ね、結構いいとこじゃないかも。割とねフラグ立てはね厳しくて、とにかくね、詰まったらとにかく全部のコマンドをね 2,3 回入れてみましょう。そのうち、いけるようになるのです。俺がせっかく仕事を肩代わりしてやってるというのに。よし、まずじゃあリエカちゃんに会ってみます。一応全部ねコマンドを入れてから、あ、日記使うのに、事務所の使う日記でセーブですね。はい、セーブでございます。どこだっけ、イシュタール。 PC エンジンが好きな人マンションですよ、マンション。結構若いのにマンション住んでる。ゆかちゃんって何歳だっけ。高校の頃に、これですよ、古柳さんと会ってね、あの付き合い出して、女子高生の時ですからね、まだ若いですよね。この若さでマンションですよ。年齢書いてないね。はい、エントランス。管理人室がありますね。管理人室。どうも。お、あら、セールスならお断りよ。人生に疲れたような女が姿を現した。人生に疲れた女。年齢は40前後。どことなくしどけなさを感じさせる女だ。しどけなさで何だろう。しかし何を聞けてはいいのか思い浮かばなかったよね。どうも、こんにちは。あなた誰なのよ。余地があるなら早くおっしゃいよ。俺は返答に困ってしまった。では失礼します。何なのよ、ノックまでして。すいません。レイカーどうしているんだろう。あ、バースデーだね。バースデーに間に合ってよかったで。バースデーに間に合ってよかった。ただの変質者。よし、じゃあ、あら、鍵が、合鍵があるんだ、俺は。俺は恋人だから。合鍵持ってないの？リーカ、ルースのようだ。欲しいな、合鍵持ってないんだ、この。リーカ、ルースみたいだな。ショッピングにも行ってるんだろうか。誰か知ってる？じゃあ、管理人に聞いてみましょうかね。すいません。今度は何のようなの？さっさと言いなさいよ。俺は自分がリエカの知人であることを説明した。森崎さん、留守なの？さあ、どこへ行ったのかしらね。悪いけど知らないわ。そこまでは信頼されてないんだね。私、これから出かけるから、また後でね。はい、じゃあ、しょうがないな。リエカいなかったから戻るか。管理して、笑。よし。リーが留守のようだ。管理人も行き先を知らないという。彼女どこ行ったんだろう。リーカもいない、キリもいない。一体どうなってるんだ。たく。はい。リーカもいない、キリもいないから。ね、ここでまあね、一旦ちょっとどこ行くかわからない。もう適当にあとうろつきましょう。ステーションパーク。イシュタールね、キリを。まあステーションパーク行ってませんから。ステーション。ステーション。寂れた駅ですね。ステーション。寂しい駅だ。昔はこの駅も賑わったことを忍ばせる作りだ。一体どこで見かけたんだろう。どっかで見かけたんだろう。何が学童養護施設やってるよ。学童養護施設やってる。用もなく人を呼び止めないでください。何もしていないように見えても私は忙しいのです。はい、忙しい。何か来ようでしょうか。忙しいだって。なぜ足を運んでしまったのか。まあこの駅にどっかで会ったような。そうだ、あれは心の中で見た男だった。もう今おかしい。遥か思い出の彼方に消えてしまったストーリーだ。もうあの世界は思い出に過ぎない。忙しいんです。じゃあパークさあ
クリア。あ、ブンブン。本当に忙しいんですか？何を言ってるんですか？モーター回してる音じゃないですよ。冬の公園だ、ね、鳥のさえずりですよ、ね、小鳥のさえずりです。バイクがかかりませんね。バイクがバイクかける音じゃないですよ。切り寄り込む。壊れたセルモーター。壊れたセルモーター被ってますね。ジャフ呼んで。ジャフ呼んで。キリュウ君もいない。エンジン調子悪いな。わら。お、引き出しがあった。物証。キリュウの写真がいた。引き出しを見てきましたね。写真を発見。また戻って。どうなってるんだ。ここにいたんだ。みんな続く。スパークプラグ変えてく。よいしょ。写真が出てこないんだね。よし、スパークプラグ変えてく。いや、次はまたステーションに行きますか。これで見せることができる、ね、使う。今一応マシンを邪魔しないでください。何かご用意しては。なぜ足を踏んでしまったのか。特にないのか。じゃあもう一回石たわり行こうか。よし。また管理人さんいるかな。管理人さん出かけるとか言ってたっけ。出かけてるね。ゆかちゃん帰ってる。こんばんは。バースデーなのにどこ行ったんだろう。って人生とかれたさんに今日も元気元気いっぱい。ダメだね、いけないね。戻りましょう。パーク再び鳥ですよ。振り上げをすぐ戻る。あと行けるとこあったんで。キックでかけた方がいいですよ。うん、キックでかけた方がいい。使おうかな、キカ。どうなってるんだ、一体。和国です。110個目たりで。問題の発生件数が著しく多い。もしかしてダッシュしてアクセルを回すタイプのバイク。ああ、ダッシュしてアクセル回すタイプってなんだ。押しがけもワンチャン。ゲストさんがゲストさんありがとうございます。お、帰ってきてんじゃんね。え、なぜフラグな、どこがフラグになってるのかいまいちよくわかんないけど、なんかね、いつの間にか立ってるんですよね。フラグが立って、ね、帰ってきてる。むさ苦しいヒゲドラだぜ。まったくサイキックストームかと思ったら、サイキック PC エンジンガッシュの一人が来場しました。よー、振り上げどうだったい。どうだったもこうだったもないだろう。お前どこに行ってたんだ。すまーすまー、ちょっとしたやぼいよさ。俺もいろいろ忙しくてな。ところで例の件は渋よく運んだかい。俺は仕事の経過を報告し、つつがなく終了したことをキリュウに告げた。お苦労だったな。報酬の方はお前の口座に振り込ませてもらうぜ。まあ、あの可愛い彼女と楽しくやってくれ。俺はこれからまた別の仕事があるんだ。しばらく留守にするから、ここへ来ても無駄だぜ。本当に俺はお前を知ってる内容ぐらいしか知らんのだ。どんな仕事でも金さえもらえばいいだろう。それがこの家業じゃねえか。俺もお前が知ってる以上は知らねえんだよ、まったく。どうしてあの子を知ってるかって。なーに、こないだお前と歩いてるところを見かけたのさ。美味しい男だな。じゃあ俺は行くぜ。悪いけど出ててくんねえか。ちょ待てよ。じゃあな、振り上げ。あばよ。うん、日本でしょうね、おそらくね。シャレオツですけどね。もう
じゃあ帰りましょう。ティリウンのことだからしばらく帰ってこないだろう。まあ口座を振り込むね、報酬が振り込まれるのはいいや。しかし老人のあの中学さが妙に心残るな。早くリエカの体を見て、あの老人の体を忘れないでな。あの腫瘍ばっかり出てくるわ。まったく、もう帰ってるかな。よし、もう帰ってるかな。じゃあ西田に行きましょう。まだルースか。なぜルースなんだ。確かどこかにスペアキーを隠した記憶がある。お、スペアキーを隠してある。自分もらってないのにスペア位置は知ってる。どっかに、どっかに隠してんだ。どこだ。扉の隙間にない。隙間があったら泥棒に入られるに。敷かれたカーペットを調べた。スペアキーは見てからなかった。どこだ。最初にその発想に思い至れよ。もう一つスペアキー、あ、オフィスにあるじゃん。自分のオフィスにあるんじゃない。じゃあスペアキー戻りに行こう。やっぱもらってんだね、やっぱ恋人だから。はい、通貨屋さんでは完品1578円、負けて111円、ぜひお買い求めください。まあメインはね、このリエカちゃん探しになりますね。はい、リエカちゃんは一体価格11,330円、どこに行ったのか。新品14,800円にて販売中です。そして、なぜあの老人の腫瘍を見なければならなかったのかはね、皆さんの目で確かめてくださいね。衝撃の展開が待っています。はい、通貨屋さんなぜ安い、わらわら。PC 版で出てた続きの巻はプレイされましたか。パソコン版のにニコ動で見ました。はい、ニコニコ動画で見ちゃった。私タウンドも持ってたり、その頃はもう売っちゃったから、売っちゃってたから、ね、してる、わらわら。値段良さ、はい、なるほど、わら。面白かった。はい、続編もね、あれも移植してほしかったですけどね。はい、持ってる持ってた人は1番、まだ持ってない人は2番でございます。はい、前回は、どこだったかな。アイブにありますか、今ね。あ、アイブ調べてなかった。2年前は、所持率は、アイちゃん。9.8%。9.8% でした。さあ。上がってるかな。テレ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 デデデンテレ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 デデデンテレ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 デデデン。データウエストさんの公式サイトでロル版が買えます。あ、そういう、最近データウエストさんなんか復活したんですよね、ゲーム事業ね。で、今買えるということでしょ。おお、かなり増えてる。 16.7%。 ペッペー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 。ありました。PC エンジン版はあえっとね、もう一つオルゴールっていうのが出てますんでね。はい、セットで買ってもいいんじゃないでしょうか。ありがとうございます。ズーカハハさんが出てる。138号目さんが出てる。今日はサイキックディテクティブシリーズアヤをお送りしました。明日のマラソン枠は、あの、パンクな野郎がね、やってきます。サイバーパンク野郎がやってきますよ。お楽しみに。おつおつでした。はい、おつでした。どんなパンク野郎かな。おつおつでした。はい、おつでした。サイバーパンクかな。サイバーパンク野郎が、はい、おつでした。おつでした。おつでした。おつんつん、おつんつんです。おつです。おつです。タイヤを見かけたら片っ端から、はい、片っ端から、おでした。スナッチャーはもう終わったよ。何かな。